9月18日月曜日午後5時35分の日本海は風はないですね。海には朝よりはやや大きくなったうねりが、筋のようなうねりがゆったりと入ってきて、ショアブレイク。こちらも無風で、メンツルのうねりがインサイドからショアブレイク。左で撮影してた時になんかこの波の音がドカーンと聞こえてきましたけど、あれが最大のセットだったんですかね。気温は28度ぐらいです。風はありません。海にはゆったりとしたいい感じのうねりが入りますが、伸びて伸びてショアブレイク。明日どうですかね。またこんな感じです。お、アオサギくんが飛んで移動しました。あ、飛んでった。カラスが何羽かいますね。